はいどうも、SAC コンサルティングのスクールです。お疲れ様です。はい、政府がですね、35歳から45歳の就職氷河期時代の世代をですね、人生再設計第一世代と命名しますっていう発表をいたしました。はい、どうです?この年齢に該当する方、ちょっと悲しくないですか?悲しみを感じない。まあ、憤りでもいいですよ。そういうのを感じないってことは、あなた感覚がもう完全に麻痺してる。で、麻痺しちゃってるからこそ、あなたには再設計が必要だって国が言ったわけですね。うん。で、もっとその極端に言うと、安倍政権っていうのはね、僕別に嫌いじゃないですけど、実にね、言葉の使い方がお上手である。うん、一億総活躍だっつって、いろいろ言ってみたりとか。で、このね、人生再設計第一世代っていうのも、お上手よね。これね、どういうことかっていうと、35歳から45歳の一般的な、就職氷河期の世代の人たちは、旧型だよっていう。旧式だよっていう発表を国がしたわけですよ。旧型だから再設計が必要なんです。更新が必要だってことです。パソコンと一緒。ね。新しいソフト入れないと、この世代にインストールしちゃったソフト、いわゆるその価値観、考え方、仕事に対する考え方、お金に対する考え方、人生の成功とは何かっていう、そういう人生に関して、全部ソフトが入ってるわけだよね。学校、小中高って学校で教わってきたよね。それが完全に旧式なんで、ここに別のソフト入れないとあなたたち動けなくなりますよってことを国が言ったわけです、いよいよ。30代半ばから40代半ばにかけての就職氷河期時代、世代は再設計しなければならない。何を?人生を。人生を再設計ってどういうことですか?考え方変えろってことなんですよ。価値観がダメっていうか古いってことなんです。うん、価値観を変えなさい。人生再設計って言われたってね、なんかフィナンシャルプランナーを雇ってどうこうっていう意味じゃなくて、もう生き方、価値観が違う。うん。だからその世代の人たち結構悩んでたり、閉塞感があったり、不安だったり、充実して人生を起こしてなかったり、まさにね、例えば子供部屋おじさんと言いますけど、要は、中年の引きこもり。うん、その辺の世代も大体この辺でしょ。で、この辺が事件を起こすじゃないですか。やばいぞっていうふうに、国が認識していたんでしょうな。で、いよいよ発表いたしましたよというところだと思います。で、この再設計っていうのは何かっていうと、何か側の再設計に意味はないんです。うん、外側ね。外側の再設計、例えば表面的なことですよ。表面的なことに本当に意味はないんで、外側、要はハードウェア、パソコン本体を新しくしても意味ないじゃないですか。ここに書きました。最新の PC にパソコンにね、Windows XP 入れてもゴミじゃないですか、それは。ここには最低限 Windows 10を入れないといけないんだよね、今ね。じゃないとまともに動くわけがなくて。うん。なので、入れなければならないのは、変えなければならないのは、再設計しなければならないのは、表面上のことじゃない。例えばお金とか仕事とか人生とか幸せとかね、充実感とか生きるとは何かっていうことに関する最新の価値観を、ソフトウェアを入れないといけないってことです。で、これから僕がお話ししたいのは、本当お金の話、お金と仕事の話。だから僕はね、この動画で、もう一撃であなたの頭の中にパラダイムシフト、要は価値観の変換、ね、起こしたいなと思って、ちょっと長めに喋りますけど、やっぱり重要なのは、お金、お仕事、もうここじゃないですか。で、これに付随して、この価値観も変われば、人生とか幸せとかハッピーとか家族とか、とは何かとか、生きるとはっていうところに関しての価値観も一緒に変わります。資本主義の移り変わり目がこの辺だったんですよ。資本主義が純粋に暴力的な資本主義じゃなくなってきたというか、うん、いろんな多様なね、価値観を認めつつ、いろんな生き方をそれぞれが探しながら、それぞれなんかゆるーく資本主義やっていくっていう時代になりつつあった時に、僕らは旧型の高度経済成長の資本主義を植え込まれてるわけですね。人生に関する価値観もそう、仕事に関することもそう。僕らはその過渡期の中にいて、ギリギリでね、古い価値観を植え込まれてしまった世代が就職氷河期の世代なので、価値観を変えていきましょう。そのお金の話は僕、得意なんで、お金の話をいたします。はい、それでね、早速ね、説明していきますけど、銀行とか利息とか借金っていうもののやばさ。やばさというか、ただ表面上のね、危険っていう話ではなくて、もっと深いところのやばさですよ。で、銀行っていうのは、相当やばいですよっていう、えぐいことやってるんですよっていうことを、これ最近ね、ちょっと有名な、ベストセラーみたいな感じになってる本なんですけど、父が娘に語る経済の話、作者、ヤニス・バルファキスさん。ギリシャの財務大臣です、もともと。元財務大臣で、ギリシャの財政破綻を経験したっていうか、その中で財務大臣やってた人の書いた本です。で、それで、銀行っていうのはどれだけえぐいかっていう、国際資本っていうのはどれだけえぐいかって、あんな奴らには本当にもうお金返しちゃダメなんだと。もう死ぬまで吸い取られて、国がなくなるまで吸い取られるだけだ。だから常識的なね、返さなければならないっていう、当たり前の気持ちはもちろん正しいと思うんだけど、でもそれではいられないっていうことを書いてあって、ああ、なるほどっていうところでですね。で、銀行の話で書いてたんですけど、ちょっと難しいんで銀行の話だと、僕がマネーの虎の話しますね。はい、ここで虎が一匹いますね。で、虎がいて、虎っていうのはこれ銀行です。銀行が起業家さんに対してお金貸すじゃないですか。これ現在でも普通にそうでしょ？事業やりたいですって言って銀行からお金借りたりするよね。で、金の貸し借りっていうか、金の貸し借りを商売にしてる奴らとの、お金の取引ってまあ基本、そういう形になりますよね。で、銀行ってどういうことをやってるかっていうと、じゃあ80万貸しますよ。これあくまでもすごくわかりやすく例えましたからね、数字は。80万貸してあげますよ。その事業は成功しそうですね。じゃあこれ80万お貸ししましょう。その代わり、まあ成功すると思うけど、成功したら、80万円じゃなくて100万円にして返してねって結構な利息ですけど、わかりやすいように書いてますからね。100万円返してね。80万貸すから成功した後、100万にして返してねっていう形で、お金を貸すとしますね。この時に、まあ時代の背景で絶対儲かるっていうか絶対成功するっていうのがあれば別にこのままでもいいんですよ。虎もね、まあ時代の流れを見ながらまあいろいろ判断していきますから、例えばあれってこの起業家さんは口ではいいこと言ってたけど、ちょっといろいろさらに裏取りするとこれ失敗するかもしれないなっていうことが分かったとする。もしかしてミスる可能性あんなっていうふうに銀行が考えた場合、どうするかっていうと、まあ、虎ですよね。虎のところには従業員が4人いるとします。例えば、A 君、B 君、C 君、D 君。4人の従業員がいて、この虎がね、従業員たちに言うわけですよ。おい、A 君、B 君、C 君、D 君と。この間ね、僕がね、マネーの虎で出た出て投資するって言った投資の番組見ただろうと。で、僕は起業家にね、80万円貸した。で、事業が結構成功すると思うから、もちろんリスクはちょっとあるけど、成功した暁には100万返してもらえることになってるんだが、俺にとっては、額もそんなでかいわけでもないし、ここはね、A 君、B 君、C 君、D 君に、投資の経験をしていただきたい。ね。銀行にとっては新規の投資のお客様ですよ、ここ。投資の経験をしていただきたい。ね、俺んとこの下で働いてて、まあいろいろ分かってきたと思う。投資っていうのがどういうもんかっていうこと。はい。で、そこで、これ100万返してもらえるから、まあ成功すると思うけど、100万返してもらえるからね。だから、4人で分けたら25、25、25、25で25万円返してもらえるでしょ。それを、今ね、僕はね、君たちにね、この投資の経験してもらいたいから、22万で売るよ。22万で、こいつから、お金回収する権利を、まあ、25万円回収できる権利を4等分してますからね。100万を4等分してるんで、25万回収できる権利を、あなたに22万で売ろう。どうだい？やるかい？っていう感じで、まあ提案するわけですよね。で、A 君、B 君、C 君、D 君、虎がさ、銀行ですよね。もう大銀行ですよ。虎がいけるっつんだったら、自分やります。じゃあちょっと22万用意しますんで、つって、で、A 君と B 君と C 君と D 君は、それぞれ22万用意してきて、で、じゃあ100万のね、債権を4分割してさ、25万回収できる権利を、それぞれ1人ずつ持ってね。で、虎は、この A 君、B 君、C 君、D 君に、この100万回収する権利を分割して販売しました。この時トラはノーリスクでここで88万回収してんすよ、もう。で、リスクを負うのは誰？この A 君、B 君、C 君、D 君じゃないですか。直でリスクを負うの。で、銀行っていうのは、そのリスクを負わないように、このようなそのいろんな仕組みをいろいろ編み出して、上手にその投資だなんだでその商品販売してて、基本よっぽどのことがない限り潰れない形になっており、で、その、痛い目見るのは、要はその一般のね、町の投資家たちじゃないですか。全部ダメになる前に、確実に88万回収したわけですから、8万の利益を上げてるわけですよね。8万の利益では回収してる。で、A 君、B 君、C 君、D 君も25万ゲットできる権利を22万で買ったわけだから、22万払ったけど、まあ将来的には25返ってくる。うん、投資だよね。3万の利益が見込めるからっていう形になってるんですけど、この構図ってめっちゃエグくないですかっていう。基本こういう形で自分が傷つかないようにしていくのが、まあその銀行のやり口でと。で、このね、本の作者はね、やや切れてるわけですよ。まあ、やられたからね、国際金融資本と言いますか、まあ、欧州のね、ヨーロッパの、まあその辺にやられちゃったわけで、はめられたわけじゃないですけど、まあ事実上はめられちゃったわけで、うん。この作者さんはすごく銀行に対して切れているわけですね。こういうことしょっちゅうやってるのがその金貸しっていう商売の奴らで、この金貸しに関してはその義理も恩義もないんですよ。で、ちょっと抜粋引用させていただきますが、107ページですね。106ページか。借金の焦げ付き。借金をご破産にするのは倫理の問題ではない。書いてあります。これタイトルですね。その章のタイトルというかトピックです。借り手が破産して、例えば僕が破産して、借金を返済できない場合にはどうしたらいい？答えは一つ。借金をご破産にするしかない。要は返さないってことですね。返さないしかないんだって。一生懸命そのリスケジュールして返すとかじゃないんだって。もう完全に終わったらもう終わるしかないんだっていう。返さないっていう選択肢しかないってことですね。はい、続きます。経済学の用語では債務免除という。うん。これは倫理や道徳とは関係ない。返さなければならない。借りたもんは返せ。そんなの関係ない。金融屋から金借りてダメになったら返さなくていいんだっていうことを書いてます。借りた金を返さなくてもいいか悪いかといった話ではない。うん。ビクトリア時代、借金を返さない人間は、利子と元本を返済し終えるまで、特別な牢屋に入れられていた。今でも国家が借りた金を返せない場合に犯罪者のような扱いを受けることがある。ギリシャがいい例だ。書いてるね。もう完全に切れてますよ。うん。だが、19世紀に市場社会が金融危機や不況を乗り越えられたのは、いいですか？もう一回読みますよ。19世紀に市場社会が金融危機や不況を乗り越えられたのは、すべての借金が一律に保護される必要はないという方向に法律が変わったからだ。借金が保護されるっていうのは貸し主がね、要はその金貸しが完璧に保護されるのは良くないっていう時代になったからだ。うん、だから資本主義がこう発展していったんだよっていうことを書いてあります。かつて会社が倒産したら所有者が投獄され、家も何もかも失ってしまっていた時代は、大金持ちか間抜けでなければ多額の借金を背負ってまで大規模な事業を行おうとはしなかった。そこで、市場社会において発電所や鉄道といった莫大な金のかかる大規模なものを作ったり、企業が障害を乗り越えて大きく成長することを可能にするためには、ここ僕の説明ですけど、要は資本主義がめっちゃ発展するにはってことです。資本主義経済がめっちゃ発展して、どんどんでっけえビルが立ち、ね、どんどん交通網が整備されて、戦車だ、軍艦だ、飛行機だ、作れるようになるためには、ね、倒産してもその事業に関わる所有物だけが没収されるように、うん、法律を変える必要があった。事業を所有する個人の預金や自宅や持ち物まで没収されないようにしなければならなかったのであると。で、108ページ、まあ、もう抜粋終わりますけど、もし債務が免除されなければ、破綻した事業や企業の所有者たちは永遠に破綻したままの状態に置かれることになる。少なくとも破綻した起業家には誰もお金を貸してくれなくなる。債務が免除されなければ、従業員を雇うことも家を買うことも、子供を大学に送ることもできなくなってしまうと。あのね、この方が、この財務大臣さんが言ってるのは、資本主義経済において、債務の免除、要はその金を返さなくていいっていう、返さないっていう行動は、資本主義そのものを成長させていくために必要不可欠なものだったんだよって言っております。昔から僕見てる方はわかると思うけど、僕があの状態のまま多重債務に苦しんでいたとしたら、で、ずっとその逃げ回ってももう完璧に追い込まれ、ね、すべての金融屋さんが、まあ、アイフル、アコム、プロミスとかあったけど、すべての金融屋さんがね、カウカウファイナンスばりに、アイフル、アコム、プロミス、竹藤とかが、その全部がカウカウファイナンスばりに、完全に追い込みかけられて、どこに行っても絶対に鉢合うっていう、あの牛島くんと、ではてめえ金返せって、言われちゃうような社会だったら、僕今こういう状態に正直なってない。ね、成功してないんですよ。でもそういう社会じゃなくて、借金返さなくていいよっていう社会であったからこそ、僕はもう一度こう浮き上がることができて、で、みんなにそのより良い情報をこう提供することができてるよね。ビジネスの成長っていうのは簡単に言うと価値の提供、役立つことの提供によってビジネスが広がるでしょ。で、僕も実際そういう形でみんなに役立つことをこう提供することができるようになった。車上漂流民の時代からね、家がなくてさ、で、そこからさらにそのブルーシート村の住人にまでなっていたとしたら、どうだろうね。その、アイフル、アコム、プロミスは僕からなけなしのね、何十万かは回収できたでしょ。例えば50万でだいたい200万ぐらいとかだから。で、もうそれでも返せなかったんだ、当時は。で、回収、それぐらいの、まあ、彼らにとってはした金ですよ。回収できていたでしょ。でもその回収できる金額と、それから僕がそのお金を返さないって決めて、で、その、返せるときに返せるようになったら返すわっていう、別に交渉したわけでもないし、ただ無視してただけだけど、そういう生き方をしてきて、今こういう状態になってみんなにその元気を分け与えることができてるのは、じゃあ比べたらどっちが社会にとってプラスだっていう、どっちが資本主義に寄与しているか。ね。僕だってこのビジネスのチャンネルでは、お金を稼いで幸せになろうねっていう資本主義の、その、走句としてのね、走句っていうのは走る犬ですよ。資本主義の、その犬としての、まあ、役割の一端を担っているよね。なので、お金を返さないということは、資本主義経済に必須のことなんですよ。返せなくなったら返さなくていいんです。それが資本主義経済の基本なんです。最初から騙し取る場合、気持ちがあった場合は詐欺罪です。ただ、そういう気持ちがなくて頑張ろうと思って、僕だって生活頑張ろうって思って、どうしてもお金借りなきゃならなくなったからお金借りて、で、それでどうしてもその失敗してしまった場合は、お金返せなくなっても、国家として罰は与えませんよ。なぜならそれが必要なことだからです。ダメなことじゃないから罰が与えられないんですよ。ね。ダメなことだったら罰を与えないと国は成り立たないわけですね。ダメなことじゃないっていうことを気づいてほしい。まずあなたに。完全にお金借りたとしても完全に無理になった場合は、返さなくていいんです。それが資本主義社会なんです。社会の一つのセオリーなんで、それ返せって言ってるのは、それ歪な資本主義というか、それこそこの、まあ消しちゃったけど、再設計しなければならない古い旧式の価値観がそれだからね。お金ってそういうもんじゃないんですよ。この理論当てはまるのは、この金融屋に対しての対応の時だけですよ。こいつらは、利子を取って金を稼ぐっていうことを生業にしてる奴らです。でもその世界の宗教で、キリスト教でもイスラム教でもそうですけど、基本、氷菓子、要はその利子取る奴らっていうのはダメだよっていう。イスラム教なんて完璧にね、基本利子ダメっていう話だし、ただ、そのね、利子なしっていう状態で、西洋列強にイスラム教の国々が勝つことできないんで、当然その銀行っていうのは、その、あるんだよ。銀行っていうのはあって、なんかそのイスラム法のうまい解釈によって、自衛隊みたいなもん。憲法、違憲なのか合憲なのかっていう。軍隊ではないみたいな。そんな感じの解釈によって、実際利子取ったりするけど、これはそういうそのね、コーランに定められたダメなやつの利子じゃないっていう。そういう設定で、解釈によって、まあ銀行ってイスラム教でも成り立ってんだけど、でもとにかく、その、利子はダメ。あいつらクズだからっていうことになってるのはそういう理由です。この人たちに対しては何やってもいいっていうぐらいな感覚が世界的にあるんですよ。うん、なので例えばユダヤ人とかも一時期めっちゃ迫害されてるわけじゃないですか、うん、その高利貸しとかやってる人たち だからです。なぜならそれは別にダメなことダメって言ってるわけじゃなくてね、ユダヤ人がかわいそうだったのは土地に根付けないわけですね。土地に根付けないんで迫害されるんで、何かあったら追い出されるんで、土地を耕して一生懸命そのコツ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 財産を育てるってことはユダヤ人の人たちできないんですよ。動いてないといけないんです。その時にじゃあ何かって言ったらお金、もしくは貴金属。で、例えば、こう、お金の出し入れ、貴金属のやり取りによって、ね、利ざやを稼ぐっていうネットビジネスみたいな、多分当時のネットビジネスみたいな感じだったんだろうね。はあ、当時のネットビジネスみたいなことをやってる人たちに当時の人から見れば見えたと思うんだけど、はあ、それがユダヤ人のかわいそうなところ。ヨーロッパの奴らがユダヤ人を虐げたからこそ、ユダヤ人は、もっと虐げられるような方法で生きていかなければならなかったっていう、その悪夢のデフレスパイラルみたいな状態で、その極地が、ナチスのホロコーストっていうことなんですよね。でね、108ページ、また引用させていただきますけれども、いきますよ。もしギリシャ政府が永遠に債務を免除されず、いつか返済できるふりをさせられ続けていたら、いつまでも企業や個人に多額の税負担を課し続けなければならず、経済を回復させることはできない。うん。もしギリシャ政府が、ヨーロッパのね、金融資本にずーっともう奴隷のように金をね、返し続けることを強いられていたら、要は債務不履行っていうのがもうシステム的に絶対ダメっていう、国滅ぼすまでやるっていうね、形で、そういう社会であれば、ギリシャ政府はね、永遠に国民に対して重税につく重税を課して、その上で返すしかない。そうするとどうなる？ここ僕のところだけど、どうなる？ヒトラーが生まれるじゃないですか。第一次世界大戦後のヒトラーっていうか、ドイツはその状態。要はフランスだ、なんだっていうね、第一次の方ね、第一次世界大戦で勝った方が、ドイツに多額の賠償金を迫るもんだから、ドイツは頑張って頑張って頑張るんだけど、インフレでドイツ人真面目って言うじゃんね。頑張って頑張って頑張ったんだろうね。まるで日本人のようだ。頑張って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 、インフレになって、もうダメだって、もう共産主義しかねえかなっていうね、お隣で、ソ連っていうのができたし、共産主義しかねえかなっていう時に人が出てくるじゃないですか。そうなっちゃうんですよ。返済不可能な借金に永遠にとらわれていたら、はい。返済不可能な借金に永遠にとらわれていたら、企業も個人も国家も復活できない。聖書の中で借金を定期的に棒引きにすべきだと書いてあるのも同じ理由からだ。当然金を貸す側、つまり債権者は銀行だね。債務免除という言葉を耳にするだけでわめき散らして抗議する。しかし、債務免除を強いられるような状況を作り出しているのは、銀行の放慢な貸し付けに他ならない。銀行の放慢な貸し付け。なぜ放慢な貸し付けをするの？俺のことを心配してくれたからかな。アイフルがめっちゃお金貸してくれたのは、僕のことをすごく心配してくれたからかも。バカでしょ！アイフルが儲けるために、こいつに貸し付けまくってやれって、もう根こそぎ回収してやるわっていう気持ちしかないんですよ。うん。で、それがダメだって言ってるわけじゃない。それもまた政府によって、国家によって、資本主義によって、OK よって言われてるわけですからね。それダメだって言ってるわけでもないし、全然そういうね、えぐい回収すればいいんだ。でもこっちもそれに対して無理になったら、いやもう無理っす、返しませんという権利が当然にある。それが資本主義の基本なんですよ。そこで、ね、人生再設計第一世代の話に戻りますよ。人生再設計第一世代の人たちは、おかしいことに気づけないように教育されてきたんです。うん。勤勉に一生懸命働くのがいいって教わってきたでしょ？でも銀行やってることはそれと真逆のことだからね。すごく楽して汗水垂らさず稼いでいる人たちが、この資本主義経済のトップなわけですね。銀行だなんだっていうのが。うん。その資本主義経済で汗水垂らして働かない人たちがうまく稼ぎ続けるためには、汗水垂らして働くっていうことを、もう美しいと思ってる人たちをたくさん作らねばいけないじゃないですか。うん。銀行家たちが、これがヒエラルキーだとしたら、ここに銀行家っていうか、金貸しっていうのがいたとしてね、うん、もう投資家ですよ。例えばジョージ・ソロスとかその辺も全部含まれて、もうこの辺、うん。この辺がいたとして、この辺、みんながね、ここに行きたいってなったら、この人たち稼げないじゃないですか。これ当たり前でしょ。ネットビジネスっていう小さな世界においてもそうでしょ。ブルーオーシャンだっつって、レッドオーシャンじゃなくてブルーオーシャンにってなったらさ、来んなよってなるじゃないですか。ネットビジネスでもそういうことあるじゃないですか。なので、この人たちから見て、この社会は、こういうその簡単にね、利ざやで稼ぐっていうことをせず、一生懸命実際に体と時間と手間を使って労働して、汗水流して働くのが、美しいっていう風に完璧に思う人たちをたくさん作らねばいけなかったんです。それはもちろんこの人たちだけの利益のためじゃないよ。国のためです。国が、簡単に言うとアメリカに勝つためにやらなければならない教育がこれじゃないですか。うん。戦前はね、太平洋戦争の時はまあ簡単に言うとアメリカに勝つためね。列強に勝つためですよ。戦後は、ソ連と中国に勝つためです。うん。社会主義、共産主義に勝つために、この人たちに、すごくその汗水流して働けっていうことを教育しなければいけなかったんです。そうしないと国そのものがなくなるからです。そういう意味では、こういう古い価値観を持ってる人は、確かにその今の日本を支えてきた人間なんです。今の日本があるのは、この人たちが、しっかり支えてきたからです。ある意味搾取されながら、蟹工船の状態でね、搾取されながらも、その搾取した利益をこの国家は、東のね、共産主義からの防衛っていうところでいろいろ使ってきたわけで、今の日本が資本主義経済でこうやって豊かになってるのは確かにこの人たちのおかげなんだ。そういう人たちのおかげなんだけど、消しちゃった35歳から45歳の人たちはもうその時代の人じゃないでしょう。にもかかわらず冷戦が終わってベルリンの壁が崩壊したのは僕が小学校3年生ぐらいの時だ。ちょうどそれぐらいだよね。で、ソ連がなくなってゴルバチョフだ、エリツィンだっていうのが出てきて、ソ連がなくなって、僕当時札幌に住んでたから、ソ連の軍服が大量に軍服ね、要はミリタリージャケットですよ。ソ連とか、東ドイツの軍服が大量に札幌に運び込まれてて、札幌のたぬき工事とかのミリタリーショップはその、あれだよ。共産主義の軍装屋みたいになってたよ。崩壊した後よ。だからガチのやつが流れてきてた。僕それ買ったもんね。めっちゃ重い、ずっしりして、ウールで、ものすごくギューって、こう、暖かいように詰まってて、本当に東ドイツとかソ連の軍服ですよ。コート。ね。それ買ったのはなぜかっていうと、この人たちのおかげさ。資本主義が勝ったのは、この人たちのおかげなんだけど、その人たちのおかげっていう世代は、実際に頑張った人たちって5、60の世代なのよ。5、60の世代。僕らの世代って、それがその戦争が終わって、経済戦争が終わって、資本主義勝ちましたっていう。やっぱ社会主義は無理でしたねっていう形になった後の子供たち。でも、親が企業戦士だから、ね。親がその東西冷戦を戦ってきたね、経済戦争を戦ってきた戦士たちなんで、戦士の親と戦士の父親と戦士の妻じゃないですか。ね、お母さんは。なので、その戦士の考え方を丸々インストールされてるんです。だから、再設計が必要だ、ごめんって政府が言ってんの。わかるでしょ？ここまで言えばわかるよね。だから、勤勉に勤労で、勤労は国民の義務だっつって、ね、教わってきたよね。それは、冷戦で終わりなの。冷戦が終わった時にそれ終わりなんです。その後は違うのが始まってるの。そのスライド期間が平成だったの。ちょうど、うまい具合に、ちょうど30年ぐらいがそうだわ。うまい具合にスライド期間だったんだけど、僕ら35歳から45歳の奴らってまさに平成を生きてきたでしょ。昭和に生まれ、僕昭和55年生まれでさ、昭和63年に昭和が終わって平成元年になってるから、まさに平成を生きてきた人間。その平成って過渡期なんだ。スライド期間なんですよ。その価値観の。で、僕はうまいことスライドできたよ。でもスライドできない人たちが、できなかった人たちが、たくさんいる。その人たちが一生懸命働いてるのに、真面目に働いてるのに、汗水流してね、学校で教わったように、国にそう言われたように、親にそう言われたように、頑張って働いてるのに、何にも人生変わんねえじゃねえか、つって事件を起こすから、だから変えなければならない。だから再設計が必要である、再教育が必要であるっていう風に、国家からのお達しがありましたってこと。分かって。お金のこと、仕事のこと、その歴史のこと。そうすると、あなたの人生もっと楽になりますよ。全然楽。別に一生懸命働かなくていいじゃないですか。それは戦争してた時の考え方よ。勤勉っていうのは戦士を生み出すための考え方ですよ。僕らもう戦争ないんです。で、あったとしても、その、全国民開閉みたいな状態で一億玉砕火の玉だっていうホップステップ玉砕っていうのはもうないのよ。戦争が起きたとしても、例えば中国からチュドンチュドンチュドンって核ミサイルがその2、30発降ってきて終わりになるか、もしくは局地的な戦い。うん。要は局地戦っていう紛争っていう状態になる。例えばその尖閣諸島あたりで少しドンパチやったりとか、なんか竹島とかで少しドンパチやったりとか、局所的な戦争になるんで、どっちかしかないんですよ。まさに二極化の時代ですけど、戦争を起こるとすれば、本当にみんな死ぬか。それは戦って死ぬんじゃないです。竹槍でややじゃないんですよ。核爆弾で死ぬか、もしくは局地的な戦争しかないです。そういう時代にあって、戦士の幸せっていうのは正直時代遅れなんです。それでは幸せになれないんです。あなたは乱暴なんです。戦争は終わったんだ。高校受験、大学受験、で就職って頑張ってきた。うん、わかる。それでうまくいかない。人生がうまくいかない。なんかその、お金がそんなに儲かるわけじゃない。でも楽して稼いでる奴らいっぱいいる。なぜだ？乱暴でしょ？乱暴の気持ちだよね。うん。ベトナムでは戦車も操縦できた。ヘリコプターだって飛ばせた。たくさんの仲間たちと、その一生懸命国のために戦った。でも、アメリカに帰ってきたら駐車場の管理員の仕事すらないんだ。そうやってランボーは大暴れしたよね。うん、その状態。気持ちはすごいわかる。気持ちはすごいわかるけど、でもランボーね、大佐が言うでしょ。戦争は終わったんですよ。勤勉が必ずしも美徳ではない。逃げるときは逃げないといけない。ね、でもちろんその美徳ではないけど必要な時はあるよ。美徳ではないけど必要な時もあるし、必要な時に必要なことすることが美徳だわ。はあ、必要じゃないのに頑張ってんのは美徳じゃないよ。それは乱暴大暴れ中ってことじゃないですか。勤勉労働っていうことに関する価値観変えてください。だからその副業だって解禁じゃないですか。一つの会社に忠義を尽くして延々働き続けるっていうその戦士のやり方ね。自分の部隊に忠誠を誓って、その、アメリカ海兵隊の訓練みたいにね、仲間一人でも絶対置いて帰るなっていう、そういうね、みんなファミリーなんだからみんなで戦うんだっていう時代ではちょっとないんですよ。だから別のとこ行っていいよって。そこの部隊に所属しながら違う部隊でも働いていいよって。これ軍隊ではありえないことなんですよ。そう。軍隊ではありえないことなのよ。だからその、一個のところにずっと尽くしてめっちゃ勤勉に働くって軍隊なんですからね。軍隊時代は2つに分かれますっていう話をしたよね。1945年前と1945年後で、両方とも戦争の時代なんですからね。で、その本当に殺し合うその鉄砲での戦争。で、こっちはその経済戦争をやって、みんなそのうつ病になって自殺していくっていう、こっちでも戦争やってたわけですから。そういう2つの戦争を経て、僕ら今新しい時代に突入したんです。なのであなたもその仕事お金っていうことに関する価値観変えてください。はい。うん。どうです？変わりましたでしょ？これ言って変わんないんだったらもう知らない。淘汰されちゃうよ。かわいそうだけど、それは淘汰されちゃう。うん。いらない人たちってことになっちゃう。うん。で、いらない人たちだって言われてる人が実際事件を起こす。うん。30歳、40歳、50歳でニートっていうか引きこもりになってる。ね。それを引きこもりを引きずり出す業者とかもいたりする。はあ、そうやって淘汰されるしかなくなるよ。だからその仕事のこと、お金のことの考え方変えていけば人生自体に対する価値観も変わって、今の状態からそんなに変わんなくても少し見方変えるだけで結構ハッピーになれるからさ。頑張って。はあ、言った！今回は以上です。SAC コンサルティングのつくよりでした。ではまた。